大谷武晴のマイウェイラジオ。こんばんは。名古屋出身在住のシンガーソングライター大谷武晴です。大谷武晴のマイウェイラジオ、今夜も始まりました。さあ、あっという間に12月も半ば、クリスマスも近いですけども、皆さんは誰と過ごす計画を立ててますか？僕は聞かないでください。それでは10分間どうぞお付き合いください。大谷武晴のマイウェイラジオ、もうそろそろ書こう年賀状ってことで、さあ、あなたは年賀状もう書きましたでしょうか？それともまだこれから書きますでしょうか？それともまだ年賀状自体買ってないでしょうか？実は僕はまだね、年賀状すら買ってないんですけども、早くね買いに行かないといけないなと思ってるんですけども、僕とね同じようにまだ買ってない方は明日にでもね買いに行きましょう。まあ、それにしても本当にですね、こう一年が本当早いですよね。あの年賀状なんて本当ついこの前ね、あの書いたと思っていたら、もう来年のね、あの年賀状書く時期ですもんね。本当に早いなと思うんですけども、あの最近はこうメールとか、あのブログの日記だけでね、あの新年の挨拶をされる方も増えてきてると思うんですけども、まあ、年々年賀状のね発行枚数も減ってきてるということで、まあ、やはりあの僕はですね、文字だけではなくね、こうはがきとして届くとすごく嬉しいなと思ってるんですけども、あの僕は年賀状にもね、あのこだわりがありまして、まず必ずあの宛名は手書きで書くんですよね。で今はこうプリンターで名前もね印刷できちゃうと思うんですけども、まあ、僕はどんなにこう書く枚数が多くてもですね、こうその人にこう今年はいっぱいお世話になったなっていうのをこう思い出しながら、まあ、一枚一枚手書きで書くんですけども、でそして必ず一言手書きであのメッセージをね、あの書くんですよね。で一人一人に対してこう一年通して、まあ、その人との思い出のことを書いたりですね、あと長年会ってない人にはやっぱ近況報告ね、あのラジオやってますよとかそういうこともね書いたりして、やはりこう手書きのところを必ずね、あの入れてるのが僕のこだわりなんですけども、あの年賀状をもらうときに、あの両面プリンターの印刷だけっていうのありますよね。でもちろんいただくのはすごく嬉しいんですけども、なんとなくこう寂しいというかね、なんか僕に言いたいことないのみたいなことを感じちゃうんですよ、ね、だからこう今までですね、こうプリンター印刷だけだったね、あのあなたはですね、ぜひ来年の年賀状はですね、こう一言でねいいと思いますので、何か書いてみてはいかがかなと僕も思います。あの何でもいいと思うんですよね。あのお餅の食べ過ぎに注意とか、古いはいまああなたもね、素敵な年賀状を書いてください。それではここで一曲お届けします。大谷武晴で夢を乗せて、ピアノ弾き語りバージョン。この先に待っている始まるんだ。行く先は誰にもわからないさ。長い雨の日が続いたって。
はい、お送りしましたのは大谷竹春で夢を乗せて、ピアノ弾き語りバージョンでした。大谷竹春のマイウェイラジオ、はい、エンディングの時間になりましたけども、まあ、先ほど曲の合間にですね、こうディレクターと喋ってましたら、最近の若い人は本当にこう年賀状をねあまり書かないんだよって話をしてて、こう何でもその知り合いの人ですけどもね、1枚しかこう年賀状書かなかったと。でその1枚も僕は恋人が誰かかなと思ったらですね、その就職先のね会社から来た年賀状の返事だけっていうねちょっとこう寂しいですよね。年賀状ってこう何年かねしてから引っ張り出してこう見てみると、こんな人にお世話になったなとか、なんかこんなことがあったなっていう、なんかこうあったかい気持ちにもね僕は形に残るからあると思うんですよね。なのでぜひね、年賀状あんま書かない若い人もですね、今年は書いてみてはだねいいなと思うんですけども、ぜひね書いてみてください。はい、そして番組にメッセージもいただいておりますのでご紹介します。一宮市のラジオネーム終わり肛門さん、形に残るハガキからいただきました。12月25日に通っているボーカルスクールのライブがあります。体調を崩さないように気をつけたいなと思いますというねメッセージをいただきました。ライブということは終わり肛門さん歌をね歌われると思うんですけども、一体誰のどんな曲をね歌うのか僕はすごく気になりますので、またぜひぜひ教えてください。そしてね、風邪がひきやすいね季節なので本当に体調気をつけてください。僕もねもちろん歌を歌ってますのでアドバイスなんですけど、僕は寝るときにですね首にこうタオルをね巻いて寝てるんですよ。そうするとね首がやっぱ暖かいのでね風邪がひきにくいかなと個人的に思いますので、ぜひねよかったらやってみてください。そして25日頑張ってください。応援してます。はい、そして大谷竹春はライブがあります。今日はずっと年賀状のね話をしていますけども、その年賀状の引き受け開始のイベントに出演します。12月の15日木曜日、名古屋中央郵便局名古屋駅前分室で午前8時半から歌いますので、ぜひ皆さんね書いた年賀状を持って遊びに来てください。そして12月の17日土曜日にはイオンモール名古屋ドーム前で午後1時半、3時、4時半の3回歌います。こちらはね少しクリスマスバージョンでライブをねやりたいなと思ってますので、こちらもぜひ見に来てください。お待ちしてます。はい、そして番組ではあなたから大谷竹春へメッセージを募集しています。メールは tak@tokairadio.co.jp、 ファックスは 052-961-0077、 はがきは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、いずれも大谷竹春のマイウェイラジオまでお送りください。それではマイウェイラジオ、来週も月曜日夜8時20分にお目にかかりましょう。シンガーソングライター大谷竹春でした。バイバイ。流れた鎖を引きちぎる勇気、誰にでもあるわけじゃないけど、もがき苦しみその鎖を引きちぎれ、ほらその勇気が今必要さ。涙涙流すたびに、僕も君も大きく